ナベミチャンネル。皆さんこんにちは、なべみチャンネルです。今回は京都市左京区永観堂町にあります紅葉で超有名な永観堂を散策です。永観堂の正式名は松樹来豪山禅林寺です。創建は853年、今から1170年前ですね。元は平安時代前期の文人藤原の石尾の山荘であった場所を、後に弘法大師の弟子新城がそこを譲り受けて創建しました。その10年後、清和天皇から禅林寺と寺号をいただいたんですね。お寺の伽藍は山の起伏に合わせた配置です。そして境内には約3000本のもみじがあり、紅葉の最盛期には道東がポッと浮かぶような景色が見事ということでございます。永観堂のお話では本尊も有名です。阿弥陀如来立像で見返り阿弥陀と呼ばれております。なぜそのお姿なんでしょうね。真言宗のお寺に浄土信仰を持ち込んだのは禅林寺の中高の祖として崇められる養官でした。ある日、養官が念仏行のためこの本尊の周りを読経しながら歩いていました。すると阿弥陀如来が須弥壇から降りて養官を先導し始めたんですね。養官さん驚きます。そりゃそうですよね、フリーズしちゃったんです。そしたらね、阿弥陀如来は振り返り、養官遅しと声をかけたんですね。見返り阿弥陀はこの時の姿をとどめているそうですよ。1597年に四天王寺で曼荼羅堂として建築されたものが、10年後の1607年に永観堂へ移築され阿弥陀堂になりました。美しい極彩色の装飾は近年再現されたものです。この日も暑い日でした。うっかり飲み物を忘れてそのまま永観堂敷地内を突き進んでいきましたが、行かれる方は気をつけてくださいね。敷地内に水分補給できるところはありません。私たち危うく熱中症になるところでした。主人なんかね、ちょっとめまいがしたりなんかして。門の外にね、自販機ありました。そこで買うか家からしっかり持参してお参りくださいね。多宝塔には私だけ行ってきました。主人には水分を取って休んでもらってる間に行ってきたんですね。けどきつかったですね、ほんと。まあでも絶景を拝めたのでよかったですけど。これから秋が来て11月の中旬以降ぐらいですかね、美しい紅葉はまた多くの人々の癒しになること間違いなしです。楽しみですね。